長年連れ添った夫と離婚し、昨年新たな恋人ができた長谷川京子。お相手は6歳年下でカナダ育ちのイケメンレストランオーナーだ。長谷川の猛アタックで交際をスタートさせたそう。長谷川は短期留学に行くほど海外が好きで、帰国子女で海外暮らしの経験が豊富な彼と意気投合した。二人は英語で会話することが多いという。現在もその関係はとても順調で、先日も二人でタイ旅行に行っていたのだとか。長谷川の二人の子供は現在、別れた夫、新藤と週の半分ずつ面倒を見ているようだ。長谷川の知人は、子供たちも新しい彼に懐いているそうで、再婚について彼女は子供たちの意思を最優先させたいと言っていたのだとか。一方の彼は結婚にかなり前向きなようで、長谷川もそう遠くない未来に答えを出さなければならないだろう。